命を輝かせる食と生き方、大和なでしこスタイルを提案している大谷由美子です。矢作直樹と申します。ご先祖様を思い出すことで我々が一人一人が日本人として幸せに生きられるようにという願いを持って講演などあるいは文を書いたりして活動させていただいています。このチャンネルのテーマは日本人として目覚める、その情報にアクセスできる大和なでしこラボというものをこの9月にスタートしました。そして矢作さんにアドバイザーとして参加していただくことになったので、それを記念してこのチャンネルをスタートします。今日はもう本当に私の最新作、もうビーガンね、小籠包というね、大和なでしこクッキングのコンセプトになってからの初創作メニューかな。ちょっとじゃじゃじゃーん、わー、ああ、はい、綺麗ですね。いいでしょう、これどうぞ召し上がってください、じゃあまあいただきます。熱いうちに、やけどしないでね、くれぐれも、はい、もう感想が聞きたい。うん、美味しい。この油がとろとろ出てくる、なんかね、その本物って言い方変ですけど、その元のものとね、よく似て、むしろこちらの方が美味しい。うん、コクあるけどすっきり美味しいでしょ。もうそれほど火傷しないから、かぶっても大丈夫ですよ。でなんとなくそのラードじゃないけれど、ちゃんと油っぽくも見えるし。そうなんです。もうね、マジシャンなので。ちょっと美味しさを表現する語彙があんまりありませんけど、なんかちゃんと中華料理になってるでしょ。特別な材料何も使ってないんで、ただこれ雑穀がねちょっと変わっていて、アマランサスという、ああ例の、つぶつぶのたらこみたいな、ね、カタカナでアマランサスって書いてありましたもんね。もう本当にこのまま美味しいたらこみたいな感じなんですけど、これでね、これとそのいろいろね、いつもの調味料を組み合わせて、なんか食感食材としてね、可愛い。なんか何度やってもね、消しの実と間違えちゃった。これがね、それが炊き方がちょっと考えて工夫すると、こんなにもちも美味しい、無着色高級たらこみたいに。本当ですね。これでね、海鮮丼とかね。あと。たらこパスタって、ね、なるほど、たらこの代わりですか、ね、これのね、パスタ食べちゃうとね、たらこが臭いっていう、みんな言う、確かに匂いがね、なるほど。で、これをこれがアマランサスですか。そう、そうなんです。でも花はね、すっごい系統みたいな真っ赤な花がふわーっと咲いて、で殻がないのでパタパタ落としたらすぐ食べれるという、とってもちょっとこう勤勉じゃない人にもいいという、でもいわゆる脱穀がいらないわけですね、はい、あ、そうなんです。日本人はやっぱり雑穀のいるような穀物だったから。でも江戸時代にはこれ食べてたらしいですけどね。はい、どうぞ。そうでしたか、ありがとうございます。何個でもあるからどんどん食べてください。美味しい、上手にできてます。いや本当に美味しいです、ありがとうございます。いやいやいや、これはこれは、ぜひこうやってこんな風に食べてみて、なんか足りない感が何もないでしょ、なんかそれらしいけどねみたいな感じじゃないから、なんか3つぐらい食べるとお腹いっぱいになるような。でもこうやってこう、この世界ってたった一つから生まれて、でそこからそれがこう分かれて分かれて分かれて、で最初はそんなに個性のないこう粒子、エネルギー粒子ができて、それが組み合わせだけでこんなに神羅万象を作ってるんですよ。だから私たちもよくその型を見抜くと、こうやってその新しいものが、だから神羅万象を宇宙が作った型を私は読めるようになったの。その言葉の和語のこうなんとか宇宙の物理っていうか、発生の物理というのが日本の祖先が残した、祖先が宇宙人だと思うんですけど、80の教えっていうのがあるんですね。そこにこの世界の元はこれだよ、こんな風にできてるよっていう80の教えがあって、それを紐解くために文字をこう48の
物理を学んでいくんですけど、それをしたことによってだんだんそれを学んでるうちに本当になんか感覚的に学んだ方とそっちの学びで検証されたものがあって、そしたらあ、ということはね、このエネルギーの粒子、最小パーツ素粒子の組み合わせだけでこの森羅万象ができてるとしたら、私も組み合わせれば何かできるんじゃないかっていうので、なるほどそれもそんなに難しいもの、よかったらどうぞ、難しいものをどんどんなくても、ありがとうございます。もう本当にその辺にあるもので新しい味を作るっていうね、これは一つの私の遊びとしても楽しいんですよ。なるほど。で完成したってみんながうのったっていう時にキャーやったみたいな、ねえ、真理にまた一つ届いたってやつですかね、このトロトロってくるのはね、なんとあの日本の誇る寒天って知ってます？蜜豆の寒天、あれをお醤油の美味しい旨味の汁を作って、それを寒天で固めるんですよ。ほう。外によく知ってるかな、お魚の煮こごりって分かる、煮こごりみたいなものができるんですね、だからこれにはナスとかも入ってるんだけど、この具をですね、その煮こごりの中に混ぜて固めると、要するに寒天だから、蒸すと汁が、ああなるほど、溶けて、そう、だから油の入った旨味の汁を寒天で固めようとしている中にこの具たちを入れて、なるほど、でそれをピョンピョンと入れて包むと、包む時はだから全然寒天だから固まってるので、なるほど、じゃあラードの代わりになってるわけですね。そうそうそう、そうなの、だから寒天、要するにそうそう、寒天の中に油を入れて固めたものがラードの代わりになってて、そこに醤油味とか生姜味といろいろ入っていて、そこにこのアマランサスとかそのいろいろを、なるほど、でちょっと立体的に、これ割と優しいので立体的にするために今回はナスを角切りにして入れたりネギ入れたりして、でもただ蒸すだけなんですよ。なるほど、いいでしょう、だって寒天って海藻なんですよ。そうですね、美容に、確かにね、だからラードの小籠包とこの寒天の小籠包、でもちゃんとコクあるでしょ、普段はね割と朝食と聞いてるけど、つぶつぶは、そうか、寒天ね、なるほど、なんか新しい気になってきた。煮こごり美味しいですよ、煮こごり作るのってすごい簡単で、なるほど、こんな風にこうなんてみんなが目に見える形でこの世界のルールが分かっていくような感覚も、なんかできそうな気がしているんですよ、今ね、でもやっぱり一緒に食べる、こういうものを食べることによって、はあ、こんな美味しさが、いつもの食材で作れちゃうのかって思うだけで頭柔らかくなるので、一番初期のこう変容のためのツールとしては料理ってすごくいいですよね。次回に続く大和なでしこトーク、そして来週はどんな料理になるかお楽しみに。あのホーロー鍋はなんか特に名前ついてるんですか？いや、特にあの富士ホーローっていうところが丁寧に作ってるんで、今度購入みんなに売ろうかなと思って、できればあの、つぶつぶマークをつけて売りたいと思ったら、なんか600セットだとつけてくれるっていうので、だから600セットあの予約取ろうかなって今。じゃあ私も。そしたらいいでしょ。で、あのマタニティの、あのオンラインレッスンがあったら、こういう、ね、マーク付きのものを売ったらいいかなと思って。そんなことを考えて、なるほど、でもいいでしょ。であとね、台所が明るくなる、優しい感じになって、で意外とあの汚れもスス落ちるので、それこそなんかあれですね、新婚さんセットとかね、そうそうそう、ね、いいでしょ、今すごい妊活でのその医療がすごいんですよ。だってちょっとできないともうそういうのに頼っちゃうの ですっごい金かかるのと、すっごい大変らしいんですよ ね、だからなんかそんなことしなくてもポン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 大丈夫って、あなたがその気になればみたいな、食を変えるっていうことをしてほしいなと思って、ね、体が冷えてるだけでもね、随分違うでしょうからね。そうそうそう、もうやっぱ食が整うとね、本当に機能が動き出すっていうか、いろんなことが解決するんですよ。そうです、ね、だからこのためにこれをやりましょうじゃなくて、なんか根っこ元栓を開けましたみたいな、感じになるとザーッと流れて体きれいになりますみたいな。